共和は、州の霊王が逃亡してから、千王が即位するまでの期間を指す。この共和元年から、四季の十二諸公年表が始まっている。西暦では、紀元前八百四十一年から、紀元前八百二十八年までとされている。四季、州本義によれば、州の霊王が、国人の暴動により出奔を余儀なくされて王が、不在となった時、州抵抗。 メッシの牧校の二人が政務を取り、共和と称したという。また、畜所記念によると、令王の亡命後に、共白和が政務を取ったとも言う。共白和は、とも国を放置とし、白の社会を持つ和という名の人物で、守るの武功のことであるとする説もある。金文には、白父、七父の故障で共白和の存在が見えるものがあり、修行、メッシ公の共和よりも共白和の共和の方が、 実態に近いと考えられている。この時期には、王がおらず、諸侯の合議で国政が運営されたため、近世に入り、日本人はこの後、共和を、同様に王がおらず、貴族、議員等の有力者の合議で国政を運営する、欧州のレスプブリカを指す語としても使用した。こうして意味が拡張された、共和という語は、漢字文化圏全体に広まり、一般化し、 現在ではさらに意味が拡張。普遍化され、地域や時代を問わず、世襲権力者がいない生態を指して、共和制と呼ぶ。ありがとうございます。